どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。これを聞いている皆様に謝罪というか訂正というか、うん、あるんですけど、僕たちは1回の収録で何個か撮って、それをポカポカポカって配信していくんですよね。うんうん。で、その時に、少し忙しくなったり、少し、ちょっとこれ後でいっかって思ってると、だんだんずれていくことがあり、あるある、うん、あと撮ったやつを忘れんだよね。そう。で、前回ご指摘いただきましたが、うん、ほぼ夏みたいなタイミングのを11月に公開して、うん、いやまだ全く外行けませんよねって思う。でその多分次の収録でいや飲みに行きまくってるみたいな言ってる次元が歪んでる時がちょっとありました。なんかそういうのいいよね。なんか俺の好きな漫画でさ、うん、それでもなんだっけ街は回ってるっていうさ、 はい漫画って前話しなかったかな。そういうタイムループ系、タイムループ系じゃなくて普通の日々日常が起きてるちびまる子ちゃんみたいな漫画なんだけど、うん、第1話と第2話で、あと第3話の時間軸がバラバラなのよ、うん、例えば第1話で明日は修学旅行だって話してんだけど、うん、別に第2話じゃ修学旅行行かないのよ。へえ、それあれじゃん、なんだっけ90日のサマーみたいじゃん。まあ知らんけど多分そんな感じなのよ。うん、で150話ぐらいで突然修学旅行に行くとかね、はいはい、あと髪切って前髪変になっちゃったって回があるんだけど、うん、次の回だと別に髪切ってないわけよ。でその後から読者があこの回とこの回はこういう時系列なんだみたいな並べ替えて読んだりするのが面白いみたいなのが、はい、なんだっけな、石黒整数整数さんっていうのかな、あれ、うん、石黒さんっていうそれでも街は回ってるっていう漫画の良さなんだけど、うん、まあそれに近いっすよね。いやーそうっすよね。でこれね、ちょっとリスナーの皆さんに相談なんですけど、うん、となるみさんにも相談なんですけど、これ今後聞き始める、まだねどんぐるここまで聞いてなくて、うん、今後半年後とかに聞く人のためにもう一回ファミマの靴下の話してあれこれ前も聞かなかったって言って、ちょっと放送作家でナツメグ頑張るので、どこかで、ああ、だから、あそこで3話続いてたのか、みたいな。うんうん。だって、ファミマの靴下の話し、僕さ、公開した後に、編集してたらまた話しててもな。ほら、そりゃさ、喋、うん、ってる時にこれ喋ったっけ、あれでも検索してもないなってないのよ。だってまだ、まだ編集して、下書きに入ってたじゃん。うんあんなさ、連続でさ、もう、うん、ツイッター見ててもみんながちょっと疑問に思ってたじゃん。あれまた再放送なんかさ、歪んだよね、もう時空が、ね。歪んだ。時空が歪んだ。うん、しかも、またほら、やっぱりシエラレオネの話してたじゃん。してた。同じこと話してた。いや、あれまさにやっぱ、どんぐりの醍醐味だなと思ったのは。で、ここで、なるみさん含めリスナーの皆さんにも相談なんですけど、うん、もう一回ぐらいファミマの話をどっかでして、はいはい。これを聞いてない人がバグるようにしてもいいっすね。年内にもう一回やってもいいんじゃないですか、年末とかに。そうそう、いいかなと思うんですけど、うん、これさハイコンテクストすぎるのよ、うんうん、それのあのさ、そのさっき言った何、それでも街は回ってる、僕は待ってるみたいなやつは、うん、そう思って、そういう映画とかね、そういうアニメだと思って見てるからいいじゃないですか、うん、日常に入ってくるとやばいっていう、なんかあのあれなんかどんぐりの人たち壊れた、もしくは私また間違えたってなっちゃうじゃないですか。それでまた過去をちょっと聞くじゃん、うん、そういう何なんだろう誘導というかさそんな本当にそれさ、回遊を上げる施策だよねこれがね。回遊すればいいけどさ、1ユニークユーザーでどんだけページビュー生むかっていうさ。そう、いやいいんだけど、それでさ、うん、どんぐりわけわからんなっつって離脱する人もそ普通にコンビニで話してればいいじゃん、うん、そんな変なリスク取りに行く今もね僕迷い中。いやリスク取った方がいいよ、うん、次の話ぐらいで普通に靴下の話して、うん、やっぱなんだろう、すんなりいきゃいいってもんじゃなくてこういうコンテンツって引っかかりが必要なのよ、毒をね、そう、トゲというか、うん、はいはい、そうそうそうあれ突然羊数えるとかさ人のショートショート読み上げるとか、やっぱ、ゆとたわ入れるみたいな、うん。こいつ頭おかしいんじゃないかってポイントはやっぱあった方がいいと思うんだよな。そっか、じゃあ、どっかで、うん、年末年始ぐらいに、うん、もしかしたら、
靴下の話すっげえ普通に喋ったかなって言いながら。やるかもしんないですね。やるかもしんない、うん。やんないかもしんないけどね。うん、その辺はちょっと楽しみにしてほしいですね。ね。うん。そうか。やっぱな、いや、なるみさんならそれやろうって言うかなと思ったんですけど。僕そういうの大好きだもんね。うん。ツイッターでもみんな困ってたもん。再放送じゃねって。そうか。じゃあちょっとどっかでそれ検討しながら、行きましょう、うん。いやいやいや。そうだね。むしろ俺多分そういうの好きなんだよね。どっちかっていうとね。ね。ちょっと何、うん、仕掛けていく。フェイントかけに行くみたいなね。フェイントかけるのがね。意味もなくね。そうか。じゃあ、今後、後々回収方法は考えるっていう下手な漫画家みたいな感じで、うん。たらい落としてみたりして、そうそうそう。みたいな。そう。だから、回収方法を考えずに、伏線だけ貼っていけばいいんじゃないの、うん、で、あれでしょ、なるみさんのたらい落としてみて、頭に行って、そうそうそう。で、で、2年後ぐらいに、うん、ちょっとこれ窓からたらい落とすわ、みたいな。そうそう、そういうやつね。会があって。会があって、ね。星新一みたいな。だからこれ繋がってるわみたいな。あの時のかっていうね。いやー、それハンターハッターのジャイロみたいに回収されずにそのまま行っちゃいますよ。ただたらい落ちただけ。ジャイロ出てくるっしょ、そのうち。1話使って、もう他人の自己紹介しただけみたいになる。あのなんか、わかんないけど、暗黒大陸いいんじゃないの？そのほらね、わかんないからもう。うん。振るだけ振っちゃう？うん。あのね、キャリアハックの記事まだです、まだ出ないんですかっていう人、すげえいるからね。ほら、ほら。それは、そういうのよ。やっぱり、ちょっとずつ、うん、あの時だからミュートだったのか、みたいな。そういうのやってかないとな。どういうのがいいんですかね。なんだろう、一番わかりやすいのは、鈴宮春日、エンドレスエイトに近い、同じ話を、うん、あと、ファミマの、あれじゃ、この後、6話連続、ファミマの靴下の。どうせばここから出られるんだみたいなね。それちょっと面白いですね、うん。やってみる。で、あれでしょ、毎回、ちょっと違って普通に喋ってんでしょ。そうそう。入り方ちょっと違うけど、大体同じになってるっていうね。6話やってみる、うん、面白いけどね。どんぐりが壊れたってなる。いや、でもそれってやっぱ新しいフォーマットへのチャレンジとして必要だと思うんだよね。6はファミマの、もうファミマに訴訟される大丈夫大丈夫だと思うよ。大丈夫。ねえ、6は喋ってみるのもありだなって僕思いながら、これをね、ネタバラシせずにこういうのやってもいいなと思ったんですけど、ちょっとね、迷っちゃった。正直。まあでも、ここ、カットしてやればいいんじゃんって気がする。この僕だって喋ることでファミマの靴下の話をもう一度するっていう、あの、どんぐり喋るネタのとこに書いてありますもん。面白いのよ。来るぞ来るぞ、シエラレオネまた来たーみたいな。やるかまた。やるか、AP の話するか。昔 AP ってのがあってね、トイレでキッチンでしょっていう話をね。はい、ちょっと検討してみたいと思います。はい。どうですか最近、なるみさん。最近ね、僕ね、うん。すごい気になったところがあって。うん。言葉遣い問題、なんか発見したんすよ。新たな課題を。ほう。前さ、一生がぶっ壊れた話したじゃないですか。うん。与座ヒカル。与座ヒカルのせいでね。あと、ちょっと優勝も壊れたなっていうね。うん。暇な女子大生のせいで。最近僕壊れたなと思ったの、軽率なんすよね。ほう。軽率ってあるじゃん。ある。軽率な行いをしてしまうみたいなね。うん。まあ、あんま考えなしにやってしまう悪い行動って意味ですかね、軽率っていうのは。うん、軽はずみみたいな意味ですよ、ね。そう、軽はずみにやってしまうっていう、ネガティブなワードじゃないですか。うん。最近それさ、気軽に何々するみたいな意味になってない？ってなってんのよ。ほう。まあ、ツイッターとかだとね、なんか、なんだろうな、もう。2014年、うん、はてなニュース。ツイッターで軽率2の使い方が変化していると、議論に。2014年7年前、もう。ネガティブなニュアンスを一切含んでいなく、特に深く考える行動となっている、うん、と、2014年に議論になってます。そうなんだ。その時から言われてんだ。うん。でも、そのくらいの時では全然わかんなくてさ。うん。つか、夏目さん今も全然わかんないでしょ。わかんない。うん。例えば、サイゼリアはワインが安いから、うん。軽率におかわりしちゃうみたいな。軽率にワインを頼んじゃうみたいな。ああ。それ違うじゃん。違うじゃん、つうか。本来は軽率じゃないよね。うん。
でも今やそれ普通になってるね、軽率。はあ、ネガティブな意味がなくなったんですね。そうそうそう。ただ単に、ついついやっちゃうみたいな意味になってるね。安いからつい買っちゃうみたいなのが、うん、なってる気がするんだよね。まあ、軽はずみな行動っていう意味なんで、うん、まあ、確かについついとは捉えられるが、もう少しネガティブ寄りなんですよね、軽率って。そうなのよ。まあ、やんなきゃよかったって後悔する意味も入るじゃん。うん、今、後悔のニュアンスはほぼなくて、そう、ただのついついやっちゃうになってるんだよね。へー。他にないんですかね、それ以外は。軽率以外だとなんか気になってたのあります？僕は軽率がもうめちゃめちゃ気になるんですよ、最近。それ何？あの、職場の2年目とかと話してると。いやー、軽率にラーメン食べちゃったわー、みたいなこと言ってた。あ、そうだね。うん。職場っつうか、リアルで聞くのあんまないんだよね。で、はふざけんなっつって。めっちゃ、スラックで殴ったりして。スラックでどう殴るんだよ。ふざけんなっつって。いや、リアルで聞くよりも、うん。ツイッターで見るかな。うん。あー。知らん人が喋ったりするんだけど、ふんふん、警察に今日何々したみたいな。うん。わあ、またこの警察だと思って。軽率はね、今壊れてるな。まあ、だんだん変わっていきますよね。うん。ついに軽率まで行ってしまったかと思ってね。軽率が変わって草、越えて森。越えて森って言うんですよ。知ってます？草が、笑いすぎるから森になるんですよ。草の延長に森があるんだ。うん。結構大樹の芽だったらしいですね、その草は。あの草って絶対木にならないよ。なったみたいですよ。木越えて森が、マジか。あの2021年流行語になるならないみたいな感じだったんで、本当に草越えて森だったんだ。なんだろう、そんななんだ。それなりの針葉樹だったみたいですね。その辺生える？なんかね、もっと、なんていうの、こう。そう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 。今、うん、僕の様子を形容してほしいんだけど。うん。なんていうの、せいぜいなんかね、河原の手入れされてない、ぼうぼうの草みたいなとこになるぐらいのイメージだったけど。はいはい、うん。だって笑いから来てますもんね。ねえ、森か。うん。わかんないもんすね、言葉っていうのはね。わかんないもんすね。うん。だ、そうそう、軽率って言葉、使うとどっち捉えるかっていうのは分かんなくなっちゃう感じかもしれない、ね。ああ、はいはいはい。だからそう、紛らわしい言葉に入っちゃうかもしれないですね。なるほどね。あの人軽率に一生とか使うから森だわみたいなことですか。まあそうなるともう何言ってんだって分かんなくなっちゃう。英語だね。英語だよね。いや、じゃあこういう時に僕知り合いと話しててたまに言うのが、うん、それ完全にわかんないから英語で言ってみてって言うと、すっげえわかりやすく教えてくれるんですよ。うん、なるほど、うん。ストレートに来るからね。ストレートに来る。うん。軽率にこれは割と最近の人は、最近の人っつうか、もう半々ぐらいじゃないの？そうっすね、うん。ネガティブ。そう言われてみれば。まあでもあんまり僕がツイッター見てないからかな。その、口語で軽率ってあんまり言わないから。そうなのよ。軽率ってさ、喋りじゃ出てこないじゃん。うんうん、本来増えてんのかな。やっちまったわーとか、うっかりだったわみたいな感じになる。そうそうそう、うん、ミスったとかそういう感じだと思うんだけど、うん、なんすかね、軽率に。うん、いやいやいや、そんな感じでね、言葉はいろいろと変わっていくので、うん、ちょっと12月は軽率に更新数多くしたいですね。お、みたいなさ、みたいなね、うん、はい、そういった使い方をしていきたいですね。そうですね。どんどん僕たちも使い方アップデートしていきましょう。はい。